こちら、えー、と入門ニューク入門クラスということで、えー、内容としましては入、えー、クの入範、まああのー、とはというところから、まあ、インターフェースそれからあ各種基本設定を、まあ、パ各パートに分けてですね順番に、えー、ハンオン形式で、えー、操作を習得していただくような形の講座となっておりますでは、えー、早速ですね入範、えー、とはですね入範、えー、とは、えー、ノードベース形式のコンポジットソフトウェアになりますはい えー、ノードをですね、こちらのまあ講座の受付のページとかに出てたまあこちらみたいに、まあ、画像を読み込んできて、それをブラをかけるとか、画像を合成するとか、そういった単純な機能を持っているノードを順番につなげて、 合成していく、コンポジットを行っていくという形式のソフトウェアになっております。入クには 2D 空間、通常の,その画像の合成を行う 2D 空間とはまた別に 3D 空間ですね、XYZ の軸を持っている空間がありまして、 そこに直接ジオメトリー、カメラ、ライトなどなどを読み込んできてそこでコンポジットをして追加のパスを出したりとかレンダリングしたりとか、うん、といったことが可能となっておりますそちらの 3D コンポジットに関してはその 3D 空間の切り替え方法とか基本操作ですねに関してはこちらの講座の最後のところでご紹介させていただきます入区、うん、基本操作のところですねインターフェースと環境設定 と,ところから、えー、始めていきたいと思います。で、えー、本日使用する NUC のバージョンが、えー、NUCX11.2V4 という、まあ、バージョンになっております。NUCX ですね。えー、NUCX でないと 3D コンポジットとかいくつかの機能がちょっと使えないので、今回は NUCX の方で進めさせていただきます。えー、こちらですね、えーと、インターフェースの紹介を行わせていただきます。えー、まず一番 左上ですね、ファイルから始まるメニューですね、メインメニューの部分。もちろん、ファイルを読み込んだりとかですね、プリファレンスを開いたり、レンダリングを実行したりとか、ヘルプを開いたりとかするメニューが揃っております。でその下ですね、そこ以外の部分に関しては、すべてペイントタブというもので構成されています。 ペインがタブを入れる枠のようなものでタブがそれぞれのコンポジットに関する機能を持っているものになりますこちらの今デフォルトで開いているこのレイアウトは4つのペインと6つのタブ7つですね7つのタブが格納されていますそちらそれぞれ簡単にそれぞれのタブの機能を紹介させていただきます まず左上に大きく取られているこちらのタブですね、えーこえー。ペインですね。このペインの中に入っているのがビューアータブになります。えー、名前の通り、えー、コンポジット結果をプレビューするためのタブになっております。えー、上の方にはそのビューアーの内容、えー、表示内容ですね。切り替えるためのメニュー。えー、下の方にはタイムスライダー。 が、えー、入っております、えー、すぐ下ですね、こちらの、えー、ビューア e タブが入っているペインのすぐ下のところのペイン、こちらには3つのタブが格納されています。えー、名前の部分をクリックするとそれぞれタブを切り替えることができます。一番左に入っているデフォルトで表示されているものですね、えー、こちらがノードグラフタブになります、えー。ノードを実際に表示してつなげる作業空間になります。えー、真ん中の 一つ右に行ったところのタブですね。カーブエディタータブ。えー、こちらは、えー、横軸が時間軸、縦軸が効果量の軸の、まあ、一般的なカーブ編集、アニメーションのカーブの編集が行えるタブとなっております。えー、ノードの方にアニメーションをつけたときにこちらでそのノード、えー、アニメーションの保管とかですね、そのあたりを調整することができるようなタブになっております。一番右ですね。ドープシート。 というタブですね。こちらは横軸の時間軸だけがある、えー、タイミング調整用のタブとなっております。アニメーションのキーとか、もしくは、えー、シーケンスの、えー、フレームレンジですね。長さとかを、えー、とタイミング調整したり、まあ、スケールしたりとかですね。そういった調整が行える、えー、タブとなっております。でえー、右側、右半分取られているタブ。こちらには、えー2えー、ペインですね。ペイン、えー、2つのタブが格納されております。 今開いているのが、プロパティズビンというタブになります、えー。ノードのプロパティを開いて編集することができるタブとなっております、えー。その隣ですね、バックグラウンドレンダーズというタブがあるかと思います。えー、こちらは比較的最近、あのデフォルトのレイアウトに追加された、えー、タブとなっております。えー、バックグラウンドレン,レンダリング。 えー、ニュークの方でそのレンダリングをしたときに、入、ま、浴、あ、上で作業をしながら、こっちでレンダリング後ろでレンダリングをかけるみたいなことをした場合、その進捗だったりとか、えー、書き出し先だったりとかっていうのをここに、えー、表示することができます。で、えー、最後のペインと、えー、それから最後のタブですね。ですが、えー、こちらのアイコン群の部分ですね。これも1、えー、つペインとなっております。えー、ペインは、えー、基本的に左上にこういう、あのー ボタンが、レイアウト調整用のボタンが用意されているんですが、こちらのペインはデフォルトでこの部分が隠されるようになっています。こちらですね、あのファイルと、それからこのアイコンの間あたり、あの薄い線があると思うんですけども、その線のあたり持っていくとオレンジの線が出てきて、さらにしばらくカーソルを置いておくと、こんな感じで隠されてたメニューが出てくるようになっております。この設定は、ここのショートブズっていうのをあのチェック外すと、こういうような見た目になります。 でここのアイコン群ですね。これも、えー、タブの一つです、えー。ツールバーというタブです。えー、ツールバータブですね、えー。アイコンがそれぞれカテゴリーになっていて、えー、クリックするとそのカテゴリーに該当するノードを えー、ノードのリストを出すことができて、えー、さらにそのノードをクリックすると、名前のところをクリックすると、このシーン,シーン内にノードを追加することができます。で、えー、この他のタブを呼び出したりとか、例えばその作業中に間違えて、そのノードグラフを消してしまったとか、ビューは消してしまったっていうような場合に、えー、再度呼び出したい場合などは、この呼び出したいペインの左上にある、こちらの、えー、四角のメニュー、これをクリックして呼び出します。 えこちらの例えば、ノードグラフ、ちょっとこちらでえと消してみますね。ノードグラフのまあ右側にあるこのバスボタンを押すと消えるんですけれども、ここで呼び出したい。呼び出したいこのペインのメニュー、左上の四角をクリックして、Windows から一番上、ノードグラフですね。これをクリックすることでもう一度、ここに出すことができます。はい。ので消してしまった場合はこちらで呼び出し直しを。 お願いいたします。えー、またあの、こちら、まあ、今、順番、あの最初の順番と違うようになってしまったので、これちょっと戻したいと思います。えー、戻す場合は単純にドラッグドロップで行えます、えー。ノードグラフの名前の部分をドラッグして、左側にスライドさせていけば、順番変えることができます。また、このペインをこうフロートさせたりとか、スプリットさせたりとか、まあ、いろんなメニューがあるんですけれども、まあ、いくつかのメニューはこちらの講座の後ほどです、ね、別のその 実際に作業していく中で切り替えが必要になったときにまたご紹介したいと思います。そのあたりのレイアウトの情報をま保存したり、もしくはあの用途に合わせて切り替えたりするようなメニューが、えー、このワークスペースメニューとなっております。<noise> ちなみにこのデフォルトのレイアウトっていうのが、えー、コンポジティングというワークスペースになっております。 ですので、こちらをクリックすることでも呼び出し直しが行えるかと思います。では、インターフェースと環境設定の項目の最後の項目ですね。プロジェクト設定と環境設定のウィンドウの出し方と、どういうメニューが入っているかという簡単な紹介をさせていただきます。まず、プロジェクトセッティング,セッティングス、プロジェクト設定ですね、は、ノードグラフ上、もしくはプロパティーズ瓶のタブの上にカーソルを置いた状態で S キー、 を押すことで開くことができます。ノードグラフかプロパティーズ瓶の上にカーソルを置いて、その状態でショートカット S キーですね、押すことで開くことができます。えー、開くと、プロパティーズ瓶の方に、プロジェクトセッティングスというウィンドウが出てきます。こちらで、そのプロジェクトごと、まあ、新ファイルごとですね、入区のコンポジットファイルは .nk ファイルなので、 その .nk ファイルごとのその設定を行うことができます。はいえー、相対パスを使うときのプロジェクトディレクトリの設定とか、あとはそのフレームレンジの設定ですね。このコンポジットの中でどのフレームを使うかというところ、えー、FPS 値の設定、えー、それからデフォルトのサイズフォーマット、まあえー、フ,ァイルファイルの解像度ですね、の設定とか。 あとはそのプロキシモード、簡略化表示の時にどれぐらいの大きさに変えるか、解像度に変えるかみたいな設定とかですね。あとは立体紙の設定とか、ルックアップテーブルですね。などの設定とか、そういったプロジェクトご,クトごとに設定するの変更が可能となっております。 プリファレンスですね。環境設定、入浴の環境設定の方は、えー、こちらはカーソルどこの場所でも構いません。Shift、えー、キーと S キーを押すことで開くことができます。プリファレンスの方は別窓で、えー、開きます。えー、一番さ、えー、と左側がカテゴリーですね、えー。そちらをクリックすることでそれに対応するメニューをこちら側、右側に出すことができます。 一番最初に開いているこのジェネラルのところは、まあ、オートセーブの設定について変更することができます。入クはデフォルトでオートセーブがー有効になっています。基本的に無効化することはできなかったはずです。ずっとまあ、有効になっているという感じになっております。デフォルトだと、触っていない状態、まあ、アイドルコンプオートセーブアフターというところで、触ってない状態でまあ5秒ごとに自動保存。 ずっとまあ作業している場合でも30秒ごとに自動保存がかかるようになっています。でその下のところで、そのオートセーブをするときのファイルの名前とかが設定できるようになっています。デフォルト,デフォルトだと .nk.autosave っていうファイルが同じ階層にできてで、そこでオートセーブされたものに関してはそちらに保存がかかります。 例えば、その、そこでクラッシュしてしまった場合ですね、えー、NK ファイルを開くと、このオートセーブファイルがあることを確認した場合に、そのオートセーブあるけど、そのオートセーブのファイル開きますかっていう形で聞いてきて、それをはいを押すと、オートセーブされたファイルを開くことができます、えー。その他ですね、えー、ローカライゼーションの設定とか、再生するときのどれぐらいマシ,ンスマシンの領域を使うかとか、えー、そのあたり、えー、あとはノードの,その処理の設定の順番を変えたりとか、 あとは、色味ですね。ノードの色を変えるとか、ノードのこのグリッド部分、ノードグラフ内のグリッド部分のカラーリングを変えたり、まあ、グリッドに吸着させるような設定にしたりとか、まあ、そういう設定変更、各種ニューク全体に関わる設定が行えます、はい。変更適用して閉じる場合は OK。変更適用しないで閉じる場合はキャンセルで閉じることができます。今回はキャンセルで閉じておきたいと思います。 ということで、以上で、インターフェースと環境設定、基本設定のところですね、の紹介を終わりたいと思います。では、その次ですね、ノードについて、ということで、実際にそのコンポジットで使うノードのまあ種類とか、あと基本操作ですね、ノードの操作についてえご紹介したいと思います。で、その紹介を行うために、こちらで一つ新ファイルを、新ファイルじゃないですね、コンポジットファイルを開きたいと思います。ファイルから、 えー、メインメニューですね。一番左上のファイルから、えー、オープンコンプに、上から2番目のオープンコンプを選んでいただきまして、でこちらでこのウィンドウから NK ファイルを開いていくんですけれども、ファイルの作り方をちょっとご紹介しますので、えー、こちらをちょっと作っていただければと思います。えーっとですね、まず最初に、まあ、今のボタンが何かというところですね。ジャンプボタンになります。まあ、そこをクリックすると対応するところにこう、対応するフォルダのところに飛べるという、ディレクトに飛べるという。 ボタンになります、はいでえー、何回か、まあ、今回あのデスクトップ上に置いてあるベーシックトレーニングフォルダにアクセスする機会があるので、まあ、そちらのフォルダアイコンを追加しようというところですね。なりますえー、ではまずホームのボタンをクリックしてください。こちらの左側のホームのボタンをクリックしてください。でえー、この名前の,、まあ、この開いたこの右側のリストの中から、えー、デスクトップスラッシュというものをクリックしてください。 そうすると、ベーシックトレーニングスラッシュというのがあるかと思いますので、そちらをさらに追加でクリックします。移動ができましたら、この左側のリストの一番下にあるこのプラスのボタン、こちらを一回クリックしてください。そうすると、今移動した階層のボタンを作るメニューが開けますので、名前、名前ベーシックトレーニング、それからホルダーがユーザーのデスクトップのベーシックトレーニングであることを確認して、さらにその下のところで、 えー、どのタイプのブラウザで、えー、このショートカットを使うかという設定を行います。えー、今回は、えー、イメージ都市、すみません。はい、えー。そうしましたら、えー、イメージブラウザとそうでとね、i スクブラウザそれからシーケンスブラウザプロジェクトブラウザスクリプトブラウザジオブラウザ一応ちょっと念のためですね、えー、ここにチェックを入れてください。Python ブラウザとフォントブラウザ以外ということですね。 にがいいいていれば大丈夫かと思いますチェックを入れましたら、OK を押して、このウィンドウを閉じます。そうすると、左側に BasicTraining というファイルのアイコンが追加されるかと思います。これで,です、ね、別の階層からこ,うあのこのウィンドウを開いたときに別の階層から始まってもです、ね、BasicTraining のファイルのアイコンをクリックすれば、すぐ。 デスクトップ上のベーシックトレイングの中に入れますので、えー、NK ファイル保存するときとかですね、他のファイル参照するときとかもこちらを使っていただければと思います。はいえー、ちなみに、えー、こちらクリックしたときとかですね、まあ、ファイル、えー、ディレクトリ今どの場所にいるのかというのはこちらの下の欄のところで確認できますで。その階層の中身、ファイルだったりフォルダだったりっていうのがこちらの。 でで確認きますファイルの場合は後ろにスラッシュがつきます。ファイルじゃない、フォルダですね。フォルダの場合は後ろにスラッシュがつきます。ファイルの場合はつかない、太字でもない、こちら、このような形で表示されます。今回開きたいのは、allnode2.nk、こちらの階層直下にある、一つだけある nk ファイル、こちらなので、こちら選択して開いてください。 入区は複数の NK ファイルを同時に開くことができます。ですので、今もですね、しばらくすると、allnode2.nk というウィンドウと、今、プロジェクト設定とかをこう開いた、こちらの何も名前のついてないファイルというので、別窓で開きます。allnode2.nk が開いたら、こちらの前の画面はもういらないので、開けましたら閉じておいてください。 えー、allnode2.nk のウィンドウが開きましたら、前のウィンドウは閉じておいてください。保存はせずに閉じておいていただければと思います。えー、こちらのファイルは、まあ、名前の通りですが、えー、ツールバーなどから呼び出せるノードをひたすらこう並べたものですね。えー、だいたいそのカテゴリーごとにこう列を変えて並べているものとなっております。まあ、順番に呼び出して、上から順番下に こうつなげていってるような形になっております。である程度、その色だったり形だったりというのが、なんかこう固まっているというのがお分かりいただけるかと思います。こうえー、左から3番目の列のところの上半分はなんかこう全部黄色かったりとか、えー、その隣の列は半分以上が薄,薄い水色だったりとか、えー、真ん中あたりは青かったり。 えー、さらに、こちらの右,が右側のところだと、ちょっとその角が取れた丸いものがこうずっとつながってたりとか、えー、しているかと思います。入、えー、クは、えー、このノードの色と形で、えー、ある程度、そのノードの、まあ、効果によって、その色と形を分けています。でえー、と例えば、まあ、先ほど例に出したこの左から3番目の,この黄色いアイコンですね。えー、これは、えータイム、リタイム系。 タイミング調整系ですね。えー、フレームホールドとか、あの1フレームだけ抜き出すフレームホールドとか、あとはそのリタイム、フレームブレンドとかそういうものですね。そういった濃度の、えー、色だったりとか、えー、さらにその隣の薄い水色は、えー、色調補正系の濃度に対して割り当てられる色だったり、えー、形が、えー、角が取れて丸くなっているものとか、えー、それから完全な丸のものとかですね。そういったものに関しては 3D コンポジット系の濃度。 に対してこう割り当てられている形だったりとかえ、そういうえものノードのその用途によって色分け形分けというのが行われております。これによってそのま拡大するとそれぞれどういうノードの名前かっていうのは出てくるんですけれども、も拡大しなくてもですね。ある程度ここの辺りで色調補正やってるとか、タイミングえっ、ー、とタイミング調整やってるとかっていうのがえわかるようになっております。 でこのタブ内の操作方法について簡単に紹介したいと思います。このタブ内の移動ですね。この例えばノードグラフ内の移動は中ボタンを押し込んでドラッグするか、もしくはオルトキーを押しながら左ボタンドラッグで行うことができます。拡大縮小はホイールを回転させるか、もしくはオルトキーを押しながら中ボタンをドラッグすることで行えます。 まなので、折る時押しながらでも操作できますし、折る時押さずに、ホイールの操作だけでもえ移動と拡大縮小を行うことができます。では、そちら、今の操作使用して、この一番左端の列にある下から2番目のこのノード、こちらにえフォーカスを当ててみてください。その、こちらに移動して、拡大縮小で寄っていってください。もしくは、この、 場所が分かっていれば、こちらのノードを、えー、ノードの図形の上ですね、クリックするとそのノードを選択できますので、えー、を選択した後に、えー、ノードグラフ上にカーソルを置いた状態で F キーでも同じように寄ることができます。えー、こちらのノードを使って、そのノードの形について、えー、まず、あのー、ご紹介したいと思います。こちら今選択したノードが一番あの単純な形をしているので、ちょっとこちらでご紹介いたします。はい。えー、ノードは、 えー、図形とそれからその上限についている矢印で基本的には構成されています。えー、図形ですね、まずこの、えー、先ほど色と形がバラバラだというふうに紹介したこちらの図形の上に、えー、ノードの名前、それから、えーまあ、追加でそのノードの,ノードの機能でまあ複数あのモードがあるとかそういった場合はその追加の説明だったりが載っています。でその図形の上半分についている矢印。 デフォルトだと、まあ、こう、宙に浮いてる矢印ですね。この黒い矢印のことを、まあ、インプット。んで、下半分についている、この黒い三角ですね。こちらの黒い三角、この黒い三角部分を左ドラッグすると、引っ張ると、こう、矢印が出てきます。で、こちらの下側についてる矢印のことを、アウトプットと呼びます。 このインプットとアウトプットを順番にこうつなげることで、その前の結果に対して、今このまあノードの効果ですね、適用して、その結果を出力する。で、またその出力したものを別のノードにつないで、その結果を引き継いで、また効果をつけて出力するっていうのの繰り返しで、コンポジット作業を行っていきます。はい、で少しあの右側とかだと、ライトワープ。 というノードがちょっと見えてると思うんですけれども、そういうあのいくつかインプットがあるノードに関しては、そのインプットとその,あの黒いインプットの矢印の上に、そのインプットの名前がついています。例えばそのライトワープだと、A インプットと B インプットというのが用意されています。対応するものをそれぞれつなぐことで効果を適用することができます。 では、えー、こちらのノードの作成方法について、えー、4つ紹介したいと思います、えー。実際にちょっと1つずつノードを追加、えー、作成していきたいと思います。はい。では、えー、少し何もないところに、えー、ノードをちょっと追加していきたいと思いますので、カーブツールのところから少しこう、えー、左にスライドさせて、えー、左側の空いてる空間のところちょっと、あのー、ノードグラフのタブ内に出していただけますでしょうか。 そうしましたら何もないところを一回クリックして選択を解除しておいてください。では、4つの作成方法でそれぞれこちらのアジェンダの中の、えーと、アジェンダ今2ページ目なんですけれども、2ページ目のノードについてのところの画像ですね。カラーコレクト、グレード、マージ、ブラー、それからカメラっていうこの5つのノードですね。順番にそれぞれの方法で作成してみたいと思います。 まず一番最初ですね、えー、ツールバーからの作成方法。えーまあ、2つ目が、えー、右クリックメニューからの作成方法で。3つ目がショートカットからの作成方法で。で4つ目がタブキーからの作成方法。えー、4つ一応紹介、えー、作成方法がいろいろあるので、えー、順番にご紹介いたします。まず1つ目がツールバーからの作成方法ですね。名前の通り、こちらの先ほど、えー、インターフェースのところで紹介したこのツールバーを使って呼び出す方法です。 えー、今回はカラーコレクトというノードを、えー、この方法で呼び出したいと思います。えー、ツールバーの上から6番目、えー、この丸と丸の中にこうモザイクみたいなのが入っている。えー、あすみません。その1個上ですね。すみません。円が3つに分かれているアイコンですね。上から5番目のアイコンをちょっとクリックしてください。えー、こちらの上から5番目のアイコンがカラーカ,カテゴリーのアイコンになっておりまして、えー、色調補正系のノードを呼び出すことができます。 で、ここからさらに上から8番目、カラーコレクト、書かれた、えー、こちらのアイコンをクリックしてくださいあ。名前の部分ですね。名前の部分をクリックしてください、えー。これでカラーコレクトノードを呼び出すことができます。では、えー、このカラーコレクトノードを選択したまま、今このオレンジになってると思うんですけども、このオレンジの状態のまま、えー、次の、えー、右クリックメニューからの作成方法を紹介したいと思います。えー、こ,うこちらのカラーコレクトを選択した状態で、 ノードグラフ上で右クリックを押します。はい。ノードグラフ上で右クリックを押すと、上から、一番上のメニューがファイル、エディット、レンダーということで、メインメニューと同じメニューですね。を開くことができて、えー、その下ですね、4番目から、えー、イメージから下が、ちょうど先ほど紹介したツールバーと同じ並びになっています。なので、こちらで文字ベースでこう選んで呼び出すことができるようになっております。では、今度は、えー、グレード。 を呼び出したいと思います、えー。グレードはこの右クリックメニューの、えー、また、えー、上から8番目ですね、えー、カラーのところから、えー、先ほど呼び出したカラーコレクトより少し下にあるグレードところで呼び出すことができます。右クリックをして、えー、カラーからグレード。グレードの名前の部分をクリックすると、えー、カラーコレクトの下にグレードノードを作ることができます。 何もせんあの基本的にそのノードを作成する場合に何も選択をせずに作成すれば、まあ、何もつながってない状態で、えー、接続されてない状態で、えーまあまあえー、と大体このノードグラフの真ん中今フォーカスしているところの真ん中あたりに呼び出すことができて、えー、ノードを選択した状態で呼び出すと、えー、すでにそのノードの下に繋がった状態でノードを作成することができますではまたこのグレードノードを選択したままですね、えー、3つ目の ショートカットキーからの作成方法について紹介したいと思います。えー、ショートカットキーからの作成方法は、ニューク,がニュークの方でも決,定さ、えー、決められているそのショートカットキーですね、よく使うとされているノードに対してのみ、えー、設定されているショートカットキーを使うことで、まあ、より素早くですね呼び出すことができるようになっております、えー。こちらのカラーコレクト、それからグレードも、えー、ショートカットキーが割り当てられていて、それぞれ頭文字の C と, C と G で、えー、呼び出すことができます。 でえー、ただその使う場所ですね、そのショートカットキーを使う場所は必ず、えー、ノードグラフ上ですね、ノードグラフ上にカーソルを置いた状態で押す必要があります。では、えー、この C と G 以外のですね、えー、ショートカットでこのマージノードとブラーノードそれぞれ呼び出したいと思います、えー。グレードノード選択した状態でノードグラフにカーソルを置いて M キーを押します。これも頭文字ですね、マージノード。 が呼び出せます一回何もないところをクリックして選択を解除します今度は B キー AB の B ですねをまたノードグラフ上にカーソルを置いた状態で押しますそうするとまた頭文字ブラ B のブラですねが呼び出せます で、どのショートカットでどのノードが呼び出せるかというのは、先ほど紹介したツールバーであったり、右クリックメニューで、ノードの名前の横にアルファベットが書いてあるもの、アルファベットとかまあ何かしら記号が書いてあるものが、その記号で呼び出せるという意味合いになっております。なので、先ほど開いたこうカラーコレクトとかグレードの横には C と G と書いてあります。最後ですね、タブキーからの作成。 慣れてくると多分ほぼこの方法で呼び出すのではないかなと思います、えー。ノードグラフ上でタブキーを押すとこういう小さいウィンドウが開きます、えー。こちらで直接名前を打ち込むことによってノードを呼び出すことができます。えー、今回はカメラというノードを呼び出したいと思いますので、えー、ここにそのままカメラと入力してください。そうするとカメラを含む、えーノー,ドえー、ノードをリストさせることができます。 今回は一番上のカメラですね。3D と書かれたカメラをクリックします。名前の部分をクリックするか、もしくは、その呼び出したいノードが選ばれている状態で Enter キーを押すことで、呼び出しを行うことができます。ということで、以上が4つの,その作成方法の紹介になります。はい。 では、えー、そのノードの操作についてですね、つ、え、な、ー、ぐ方法、外す方法、それから、えー、便利なショートカットをいくつか、えー、ご紹介したいと思います。はい。えー、まず、えー、接続する方法ですね。先ほどあのノードを選択した状態で作成すればそのままつなげられると、まあ、お伝えしたんですけども、もちろん、まあ、今のこのマージノードの空いてる方みたいに後からつなぐ必要があったり、まあ、外す必要があったりするものもあるかと思います。で えと接続する方法をつん、えー、と外す方法、まあ、どちらもですね基本的にはあのドラッグアンドドロップで操作が行えるようになっております。では、このマージノードの B インプットとブラーノードのアウトプットですねを接続してみたいと思います。B インプット側、ブラーノードのアウトプット側、どちらでも構いません。どちらか。まあ、今回私の方だと 私の方ではこちらのマージノードのインプットですね、B インプットのあたりをドラッグしたいと思います。えー、そのそれぞれの矢印の近くを左ドラッグすると、その矢印をつかむことができますので、つ、え、な、ー、ぎたいところに、ノードの上にそのまま持っていってドロップします。これで接続が行えます。外したい場合も、えー、ドラッグアンド,ドロップで行えます。 えこちらもインプット側、アウトプット側、どちらでも構いません。どちらかのその矢印の両端あたりですね。そのあたりを左ドラッグすると、このように矢印を取り外すことができます。このまま何もないところにドラッグドロップすれば、えー、接続を解除できますし、そのまま別のノードにこう持っていくと、そのままつなぎ替えが行えます。はい、一応これでそのつなぐ外すっていうのが、えー、ドラッグドロップ。 で行えるということはお分かりいただけたかと思います。で、一応そのショートカットも用意されております。えー、つなぐときのショートカットは、えー、つなぎたいインプットがあるノードを先に選択して、その後シフトキーを押しながら、 アウトプットそのつなぎたい先のアウトプットです、ね、があるノードを選択します。なので今回だと、えー、マージノードを選択してからシフトキーを押しながらブラウノードをクリックしてこの状態でノードグラフ上にカーソルを置いた状態で Y キーを押すことでもつなぐことができます。行っているのはどちらも同じ操作なのでこちらもお好みですね。あのー ショートカットの方がやりやすいというのであれば、こちらをお使いいただければと思いますし、ドラッグドロップの方が早いというのであれば、そちらをお使いいただければと思います。はい、でちなみに外す場合ですね。外す場合は、えー、外したい、えー、とインプットがあるノードのところで、えー、コントロール D ですね。押すと、まあ、インプットを外すことができます。では、この後、ショートカットを紹介するために、すみません、お手数ですが、もう一回マージノードをつないでいただければと思います。 ではえここからいくつか便利なショートカットをご紹介していきたいと思います。まず、ノードの無効化ですね。今、この流れはまだあのまあそのままにしたいんですけれども、一時的にそのノードの効果を無効化したい場合は、その無効化したいノードを選んで、ノードグラフ上で D キー,ー、ABCD ですね。 ディセーブルの D ですね。こちらを押すことで、そのノードの効果を一時的に無効化して、スルーしてそのまま出すことができます。これで、その、まあ、例えばその、なんかこう思ったような形になってない場合に、一個一個 i s セーブルとかを押してチェックすることができます。もう一回、そのノードを選択して D を押すと、その無効化バイパスを解除できます。 ノードの削除ですね。ノードの削除を行いたい場合は、そのノード、まあ、今回はカメラノードを選択したいと思います。カメラノードを選択して、バックスペースかもしくはデリートキーで削除ができます。で、その削除の操作などを戻りたい場合、あの、元に戻したい場合は、コントロール Z で戻ることができます。ここからちょっとこのノードの つなぎ方をこう入れ替えたりとかするような、えー、ショートカットをちょっと何個か紹介したいと思います。えー、まず1つ目、えー、取り外しですね。えー、先ほど無効化についてはご紹介したんですけれども、例えばまあ無効化をしてこ、このノードが原因でなんかこう結果がよろしくなかったとで。これを1回取り外したいと。ただ、あのまあ、カラーコレクトとマージはつなげたまま、これだけ抜きたいっていうような場合。 まあもちろんこれドラッグドロップでこう外して繋ぎ直してでもいいんですけれども、え一回でえ行えますので、そちらのショートカットを紹介します。このグレードノードを選択して、コントロールシフト X でえ抜き出しが行えます。コントロールシフト X ですね。逆に間に入れたい場合はショートカットとかは何もなくて単純にドラッグドロップで、ノードの図形の部分をドラッグして持っていって、 え矢印が白くなったところでドロップすれば間に入れることができます。えー、次にインプットの入れ替えですね。えー、マージノードなどの複数インプットがあるものの場合、そのつな,ぎつなぐ先を間違えると全く違った結果になってしまうことがあります。でそれこれもまあドラッグアンドドロップでこう外してつなぎ直すっていうのもできるんですけれども、まあ、こうつないでしまって単純にこの結果が逆だという場合ですね。 えー、そのマージノード、その複数インプットがあるノードを選択して ShiftX を押すと、えー、そのインプットをそのまま入れ替えることができます。なので間違えて繋いでしまった場合とかもこの ShiftX で入れ替えが簡単に行えます。でえー、最後ですね、えー。これはちょっとそのショートカット、単純にそのノードのつなぎ方とかそういうのとはまたちょっと違うんですけれども、まあ 間にこう、ノードを追加していったりとかして、あまり隙間がなくなってしまったとかで、ちょっと並び替えたいみたいなときに、通常ノードをこう、単純に選択して、こう、移動させると、そのノードだけを移動させることができます。で、のこのノードグラフ上で、こう、形選択して、完全に囲って、こう、まとめて選択してせ、まとめて選択した状態であれば、こう、移動させると、一緒に移動させることができます。でた ただまあ,あ、複雑になってくると、固形選択でうまいことこう選択できない、選択したいところが選択できないみたいなのがあります。そういったような場合、例えばその、あるノードから上のノードをまとめて移動させたいっていうような場合、例えば今回だとまグレードノードから上全部まとめて移動させたいっていうような場合は、コントロールキーを押しながら、そのノード、今回だとグレードノードですね、をドラッグすると、それより上流にあるノードを もままととめて移動させることができます単純にグレードノードをドラッグするだけだとこういう状態なんですけども、コントロールキーを押しながらドラッグすればまとめて移動させることができます。ということで、えー、以上で、えー、とノードの操作と便利なショートカットというところを終わりまして、残りのちょっとプロパティの表示というところと、ノードのコピーとペーストというところについて、えー、紹介したいと思います。 えー、プロパティの表示ですね。ニュークは、えー、ノードを作成した時点で、自動的にそのノードのプロパティをプロパティズビンの方に開くようになっています。なので今、今、えー、おそらく先ほど作成したカラーコレクトだったり、ブラーだったり、マージだったり、えー、それから、まあ、カ,ラカメラは消一回消したのは多分ないと思うんですけども、そういった、えー、プロパティが表示されているかと思います。えー、これを任意に。 出したい場合ま、また新しく開き直したい場合とかは、そのノードの上をダブルクリックすることで開くことができます。さらに追加でこうダブルクリックしていくと、その前ダブルクリックして開いたこのプロパティはまあ下に下がっていて、デフォルトだと最高10件までをこのプロパティズビンの方に表示することができます。例えば、このえーダブルクリックしてこの開いたこのプロパティですね。 最初の1件だけ、まあ、常に表示する。まあ、こちら側で開いたものだけ表示しといて、まあ、下は全く表示させないっていうようにしたいのであれば、このプロパティーズ瓶のタブのすぐ右、えー、左上ですね、えー、名前の部分のすぐ左下にあるこの10と書かれた部分、こちらを1にすると、えー、最新の1件だけ表示するっていう状態にすることもできます。はい。で、えー、このプロパティーズ瓶、開いているとですね、 そのプロパティ、そのノードに関するパラメータ、ハンドルみたいなものが、ここのビューアー上にこう全部出てきます。後々、トラッカーのところとかで実感するかと思うんですけれども、ここに大量にこうプロパティがあると、トラッカーのプロパティがあったり、ロトのプロパティがあったりとかすると、そのロトのハンドルと、トラッカーのハンドルと全部表示されています。 こうビューアー上に表示されてなかなかごちゃごちゃとした状態になってしまいます、えー、そういったような場合は一回プロパティを閉じてで必要なものだけまた開き直すっていうことをすることで、えー、ビューアー上をまあ操作しやすくすることができます、えー、プロパティをまとめて閉じる方法は、えー、こちらのボタンを使うかもしくはまあここの、えー、ボタン、えー、プロパティ図瓶のタブのこの、まあ、先ほど 設定変更したこちらですね。こちらのすぐ右にある灰色のバーと白い×のアイコン。こちらのアイコンをクリックするか、もしくはホットキーのコントロールシフト A をプロパティーズンの上で押すか、どちらかで削除すること、閉じることができます。またちょっとこの操作が必要になったときは、またご紹介したいと思います。 最後ですね、ノードのコピーとペーストについて紹介したいと思います。紹介して次の項目に進みたいと思います。ノードのコピーとペースト。こちら、入クはノード、このノードですね。選択してそれをまとめてコピー、ペーストして再利用することがとても簡単に行えます。ショートカットキーは通常のその Windows のショートカットキーと全く同じですね。Ctrl X で 切り取り、Ctrl-C でコピー、Ctrl-V でペースト、形になっております。なので、えー、例えば、まあ、Ctrl-C を押して、一旦選択を解除して、Ctrl-V を押すことで、まあ、別の流れとして追加することができます。一旦選択解除しないと、選択したものに対して繋がるようになってしまうので、あのちょっと元のものに対して、えー、ひっついた状態でコピーされてしまうので、一旦選択を解除する必要があります。 これで裁量がすぐできます。また、えっ、ー、と、このコピーした内容ですね。製品版の場合、このコピーした内容というのは、えー、全部、まあ、読める形で、クリプトのような形で保,保持されておりまして、まあ、メモ帳とかにペーストするとこんな感じで、えー、表示されます。あの、このノードがこの位置で、この設定で。まあ、今、デフォルトの設定なので何も特に記述がないですけど、設定をデフォルトから変更してると、 このパラメータはこの数値でみたいな形で、アニメーションしてた場合も、アニメーションの数値がバーっと書かれます。はい。あの海外の,そのフォーラムサイトとかをこうえ探した時とかに、たまにまあこういう文章がこう書いてあると思うんですけども、こちらはそのまあえーとスクリプトファイルとかをこうアップロードせずにデータを受け渡す一つの方法になっておりまして、なので、そのフォーラムサイトでこういう文章を見たときは、それをコピーしてペーストすると、 そのフォーラムの、えー、書き込んだ人がかあの作った内容が、えー、自分の入ク内で、えー、呼び出せるようになっております。えー、先ほど入クはあの複数の NK ファイルを同時に開くことができるとご紹介しました。このコピーペーストも別のそのウィンドウ間でももちろん行えます。なので前のそのプロジェクト開いてそれをコピーペーストして持っていくこともできますし、 またその開く手間もなくですね、このファイルからインサートコンプノードっていうのを選択すると、の昔の,の NK ファイルをそのまま今の NK ファイルに持ってくるみたいなことも行えます。なので過去のその作業内容っていうのを結構その参照しやすいえ機能が備わっております。揃っております。ということで、ノードについては以上としたいと思います。ではえその次ですね。 えー、ビューアータブに関してですね、えー、ビューアーのその表示の切り替えとか、えー、それからタイムスライダーとかその表示の、えー、設定項目、よく使う設定項目の紹介とか、あとプレビュー目的で、えー、保存する、えー、フリップブック、ビューアーキャプチャーの簡単な紹介を行わせていただければと思います。ということで、えー、ファイルを開きます。えー、ファイルからオープンコンプで 新しいデータを開きたいと思います、えー。おそらく今、ベーシックトレーニングフォルダーのところにいるかと思いますので、えー、いない場合はこのベーシックトレーニングをクリックしてください。えー、03、ビューアースラッシュクリックして開いてください。その中にある NK ファイルを開いてください。もうんえー、あの、allnode2.NK は、えー、必要ないので、えー、こちら閉じていただければと思います。 必要であれば上書き保存していただければと思いますし、必要なければそのままノーで閉じていただければと思います。では、えー、こちらのデータを使って、えー、ビューアーについて、えー、紹介していきたいと思います。まず、ビューアーには、えー、ビューアータブとビューアーノードがあります。えー、同じ番号の、えー、ビューアータブとビューアーノードがリンクしていて、 えー、その番号のビューアーノードに、えー、インプットにそのノードをつなぐことで、そのノード時点の計算結果をビューアータブの方に表示することができます。えー、今のシーンデータだとビューアー3というタブとビューアー3というノードがあります。えー、これをつなぐことで、まあ、表示することができます。で、えー、この表示する方法なんですけれども、ま i e w ー r ーのインプットを、まあ、その結果を見たいノードに接続するだけなんですが、 えー、もちろんドラッグドロップでもできますし、えー、ビューアーに関しては専用のショ,ートカットショートカットキーが用意されていますので、基本的にはまあそちらを使用するかなと思います。で,、えー、では早速、えー、ビューアーのショートカットキーを使って、えー、ビューアーに、えー、結果を表示したいと思います、えー。ライト2ノードをまず選択します。 まあここの結果を見たいということで、ライトツー,ーノードのノードを一回クリックして選択します。選択した状態で、ノードグラフ上にカーソルを置いた状態で、1キー、数字の1のキーを押してください。そうすると、選択したノードに対して1インプットがえ接続されて、その結果がビューアー上、v i e w タブ上に表示されます。続けて、その隣のえライトワンノード も選択してください。で、今度は数字の2のキーを押してみてください。そうすると、2インプットというのが今新しく出てきて、ライトワンノードの方に接続されます。ノードを選択して、数字のキーを押すと、その対応する番号のインプットが選択したノードに接続されます。で、複数インプットが接続されている場合、 まあ、デフォルトではそのどちらか、まあ、どれか1つだけがこうビューワーに表示される状態になります。今だと、えー、このオレンジ色で光ってる方ですね、えー、2のインプットの結果が表示されている状態になっています、えー。ノードを選択せずに1、2と押すと、それぞれのインプットをの、えー、結果を参照することができます、えー。これでその適用前、適用後とかの,その比較とかを行うことができます。 ちなみに今の2のインプットがどこから出てきたかというと、ここからですね、ノードの左側のところから出てきております。ビューアーに限らず、追加のインプットがあるノードは必ずその左側にこういう黒い三角が追加されます。追加のインプットを使いたい場合は、ここからこうドラッグすると引き出して使用することができるようになっています。 で、今、あの、1、2と押してのその比較方法をご紹介しました。えー、これを、例えば、まあ、真ん中でこう切って、こっちはこの結果、こっちはこの結果っていうので、同時に2つ表示して比較したいっていうような場合は、えー、ビューアータブの上側についている、こちらの3つのプルダウンメニューを使って行います。デフォルトでは、片方だけを表示するということで、今選択した方を表示するというものになっています。 え真ん中のプルダウンメニュー、今、ハイフンとなっているところですね。これをクリックして、ワイプに切り替えると、ここの A と B、それぞれで選択した結果を表示するというメニューにえー変え,え、モードに変えることができます。で、今ちょっとわかりづらいので、A 側、ライト1になっているのをライト2にして、B 側、ライト2なのをライト1にしてみてください。これで、その今、 この下のノードと同じ感じで、左側はライト2ノードの結果、右側はライト1の結果という形で表示することができます。で、この表示する切り替えの部分ですね、は、この真ん中に表示されているこちらのハンドルで調整することができます。位置に関しては、この十字の真ん中あたりですね、を左ドラッグすると、その切り替え位置っていうのを変更することができます。向きを変えたい場合は、 この十字の一辺だけこう長いところがあるかと思うんですけれども、その長い部分をにカーソルを持っていくと、えー回転の、回転を行わせることができます。カーソルが、アイコンがこう回転させられるようなアイコンに変わるので、そちらを目印に調整していただければと思います。 で、デフォルトでは単純にまあオーバーということで重ねる、まあえっと、まあ今のワイプだと切り替えるっていうやつなんですけども、単純にその差を確認したいとかいう場合は、ワイプでなくこうスタックとかにして、それからさらにこうマイナスとかオニオンスキンとか、オニオンスキン、マイナスとかにすると、まあその差分、差分を確認したりみたいなことも行えます。はい。この真ん中のところですね。 ワイプをスタックにして、さらにそこのマイナスにしたりとかすると、まあ、その2つの画像の違う部分だけをこう色づけるみたいなことが行えます。で元の状態に戻すには、その、えー、ワイプのすぐ上にあるこのハイフンのボタンですね。こちらを押すと元の状態に戻ります。ということで、えー、画像を表示する方法について、えー、紹介を終わりたいと思います。としましたら、ビューアータブのボタン群に関して、 よく使うものを紹介したいと思います。まあ、先ほどその比較するものもよく使うものの一つなんですが、それ以外にもいくつかありますので、こちらでご紹介したいと思います。えー、まず、一番左上のこの3つのプルダウンメニューについて紹介したいと思います。えー、こちらは、今このビューアー内で表示するチャンネル、レイヤーを切り替えるメニューになっております。 一番右側、一番左側ですね。一番左側、今 RGBA となっているプルダウンメニュー。こちらはレイヤーを切り替えるメニューとなっております。入クの中でレイヤーって言ってるんですけど、一般的にはその AOV とか呼ばれるようなやつですね。の切り替えを行います。こちらの画像、OpenEXR、OpenEXR の画像で、Velocity、RGBA とか Velocity とかっていうのを追加で持っています。 えー、RGBA 以外に Velocity ですね。Velocity を持っていますで。そういったような場合に、その Velocity のデータをこう確認したい場合とかに、こちら使うことができます。RGBA のプルダウンメニューをクリックして、Velocity と選ぶと、えー、持っているデータを、えー、ビューアー上に表示することができます。こちらですね。こちらを Velocity にすると、レンダリングした結果を実際にこちら側に表示することができます。 で、またそのデータの持っているところですね、色がついているところにカーソルを持っていくと、そのビューアーの右下ですね、カーソルを合わせた部分が持っている数値を表示することができます。これで大体どのぐらいの数値持ってるかみたいなのを確認することができます。なので、こちらがそのレイヤーを切り替える部分ですね。こちらは元の RGBA に戻しておきたいと思います。 で真ん中のプルダーメニュー。これは、えー、と基本的にアルファを勝手にこう選ぶものなので、えー、特に設定の変更は必要ないかと思います。はい。ので飛ばします。で一番右側、RGB と書かれたプルダーメニュー。こちらは、えー、R 情報、G 情報、B 情報っていうのはそのそれぞれ切り替える、えー、RGB チャンネルをそれぞれ切り替えることができる、えー、プルダーメニューになっております。 でえー、こちら、それぞれあのプルダウンメニューをクリックして開くとお分かりいただけるかと思うんですけども、右側にアルファベットがこう並んでおります、えー。このアルファベットを、えー、ビューア e タブの上でカーソルを置いた状態で押すことによって、えー、それぞれの、えー、情報に切り替えることができます。ショートカットで切り替えることができます。えー、それぞれ、まあ、頭文字ですね、えー。R 情報だけにしたければ、ビューアー上にカーソルを置いた状態で R で、えー、G。 グリーンの場合は G、でブルーの場合は B でそれぞれ切り替えできまして、さらにアルファチャンネルを確認したい場合は A で確認できます。でもう一度あの元の,の RGB 表示に戻したい場合は、もう一度その今表示しているものの要素のショートカットキーをもう一回押すことで元の状態に戻すことができます。ということでチャンネルとレイヤーをこう切り替えて表示するためのメニューというのがこちらのプルダウンメニューになります。 でそのすぐ下の,あのスライダーですね。左側が、えー、F ストップ値、右側がガンマ値の、えー、ビューアー上の表示をこう明るくしたり暗くしたりするための、えー、メニューになっております。スライダーでも切り替えできますし、えー、F ストップ値に関してはこ、この F スラッシュとあ書かれている F ストップ値の表示の部分ですね。の左右についているこちらの矢印で、基準、基準の値にこうどんどん変えていくことができるようになっております。 これで一時的に、まあ、実際の,そのレンダリング結果とかには反映されない、一時的にその今読み込んでいる画像を明るくしたり暗くしたりするとか、そういう時に使うことができます。で、こちら、デフォルト値以外の値になっている場合、それぞれの項目が赤色になります。赤色になっている部分をクリックすると、元のデフォルトの数字に戻すことができます。ここですね。 変えた場合に赤い赤くなっている部分クリックすると元の数字に戻すことができますあとはその右側のアイコン群の中でちょっと2つだけご紹介したいと思いますこちらですね、えー、右側8つほどこうアイコンがずらっと並んでいるかと思いますが、えー、その中の、えー、左から4番目と、えー、左から7番目のものをちょっと紹介したいと思います左から4番目のアイコンこちらはプロキシーモードを有効化する、えー、ボタンです ビューアー上の枠の右上に今表示している画像の解像度が出るようになっています。今、デフォルトの画像、こちらの画像が 1280×720、まあ表示されているんですけども、この状態で、この左から4番目のこの、このボタンですね、長方形が2つ重なっているアイコン、こちらをクリックすると、解像度が 640×360 に変わったことが確認できます。 このプロキシーモードは、まあ、解像度をその低く表示することのできる機能になっております。有効化している間はその解像度、その描画する数自体をこう減らすということが行えます。デフォルトだとその半分の解像度、縦横それぞれ半分の解像度ということで、4分の1ですね、の解像度にすることが できますこれで例えばその 4K の画像を読み込んできて、その処理をするときに 4K でそのままやると結構重たいので、それを一時的に半分のフル HD とかのサイズにして、そこに対して処理をして、最終的にレンダリングするときだけこのプロキシーモードを外すみたいなことをして、レンダリングすることで作業中の,その計算時間というのを減らすことができるという機能になっております。ちなみにこのプロキシーモード、デフォルトはその0.5。 あの半分にするっていう方、縦横それぞれ半分にするっておご説明したんですけども、えー、ここの設定はプロジェクトセッティングスのところで変更できます。先ほど紹介したところですね、プロジェクトセッティングスのルートのところの、ここのプロキシーモードのところがスケールで0.5となってるので、縦横それぞれ半分にして4分の1になってるので、例えばこれが、これを0.25とかにすれば、えー、元の16分の1の解像度で、えー、作業をするといったことも行えます。はい。 ちなみにこのプロキシーモード、こちらをこう、あの、有効化している間はこちらが赤くなります。もう一回クリックすることで解除することができます。また、この Ctrl-P で切り替えも行えます。ビューアー上にカーソルを置いた状態で Ctrl-P で切り替えが行えます。では最後ですね。ビューアータブのそのアイコン群の最後のところ。一部分だけ更新を有効化するというメニューですね。 このアイコン群、8つのアイコン群の左から7番目というの、と右から2番目ですね、えー、こちらのアイコン、クリックして有効化すると、Viewer ーー上に、えー、バンディングボックスが表示されます。えー、こちらはこう、こちらが有効化されている間、この枠の中しか、えー、更新をしないという、えー、ものになります。なので、これで一部分だけこう結果を見ながら調整が行えると。 その 4K とかまあ大きい画像のうちの,まあこうあの調整をしたい部分だけをこ更新しながら確認することができます。こんな感じですね。で、これで調整が終わったらまたそのえこちらのボタン、有効化している間は赤くなっているのでもう一回クリックすれば元の状態、全部ピクセル計算する状態で戻すことができます。ではタイムスライダーについてえご紹介したいと思います。カレントフレームですね。タイムライン。 とカレントフレームはオレンジ色の、まあ、三角とそれからその数字で表示されます、えー、タイムライン上を左クリックすることで、えー、カレントフレームを切り替えることもできます、えー、直接数値を入力したい場合はこの同じ色で入っているこの逆再生ボタンと再生ボタンの間のこちらですねこちらに直接数字を入力することでそのカレ、えー、フレームをカレントフレームにすることができます、まあ、カレントフレームに移動することができます 再生したりとか、あとカレントフレームを切り替えたりとかすると、ちょっとずつオレンジ色のバーがこう表示されていきます。このオレンジ色のバーは、この今見ている形をそのキャッシュしているものになります。例えば、再生ボタンを押してこう再生して、ずっとこうキャッシュを取っていくことによって、えー、その設定した FPS 値による再生が行えるように。 なっておりますキャッシュを全部取れば設定した FPS に近い状態で再生が行えるようになっております。再生ボタン群に関してですけれども、えー、カレントフレームのこの枠の両側ですね。左側がその逆再生方向ですね。でえー、右側が再生方向で。一番近くにあるのが再生、逆再生、連番再生ですね。でえー、その右にあるのが1フレームずつこう移動するボタン。 で、えー、その次が今、アニメーションキーがないので、すぐ多分一番後ろに戻る、行くと思うんですけれども、えー、次のキーフレームまでジャンプするボタン。で、さらに一番最後が、えー、一番右側が、えー、一番右側、左側が、一番最初のフレーム、一番最後のフレームにジャンプするボタンになっております。あとは、えー、とこのさらに両端にある I と O と書かれた、えー、ボタンですね。これがイン、アウトにそれぞれなっておりまして、 えー、例えば、その、再生回、えー、と、こ,こ、ここの間だけ再生したい、ここの間だけ、あのー、再生、まあ、この間だけで繰り返し再生したいっていうような場合、例えば30フレーム目から60フレーム目までの間だけ、えー、繰り返し再生したいというような場合は、30フレーム目で、こう、i のボタンを押して、六、えー、60フレーム目で、o のボタンを押す、みたいなことで、再生回、えー、と、再生開始、再生終了っていうのを、インアウトを、えー、それぞれ決めることができるようになっております。 ちなみにそのそれぞれのインアウト変更する場合はまあ別のそのフレームに移動してもう一回同じキー、同じボタンを押せばそこに移動させることもできますしえこれを一時的に、一時的にこれを解除したい場合はこちらのインアウトそれぞれのボタンをさらにもう一回押すことで解除することができます一時的にインアウトを解除したい場合はこのインアウトも有効化されている状態でこの右下ですね タイムスライダーの一番右側にある、この今赤くなっているこちらのボタン。これを一回クリックすると解除ができます。もう一回クリックすると先ほど設定した内容をもう一回出すこともできます。では最後に、えっと、フリップブックとえービューアーキャプチャーについてえ紹介して、え、ー まずフリップブックですね。えー、今こちら、あの先ほどこう再生したところは今ここキャッシュ取ってあの表示できますと。で、再生あの f p s に近い形で再生ができますという形で紹介しましたが、えー、こちらですね、拡大とかするともちろんあのビューアーキャッシュがですね、また取り直しになってしまいます。こう、こう今、まあ、ここ取ってあるんですけれども、ちょっとこう、ビューアー上にカーソルを持っていて拡大、縮小とかすると、ここのキャッシュが全部なくなってしまいます。 なので、より確実な状態というかあの、実際にその、まあ、撮った状態で、あの、キャッシュを撮って、こう、お見せするみたいなときは、フリップブックを使用することをお勧めします、はいで。フリップブックは、えー、このビューアータブの、このタイムラインの、えー、右下のアイコン、えー、先ほどインアウトのところで、こう、クリックしたアイコンの、えー、3つ左にある、この再生ボタンみたいな、このボタンですね。 こちらのボタンから起動することができます。こちらのボタンですね。クリックすると、まあ、このどの、えー、と結果をどのフレーム数、えー、どのラットで、えー、オーディオを入れるかとか、まあ、そういう設定を各種して、えー、レンダリング、レンダリングという計算をかけることができます。えー、とこちらの画像、OpenEXR なので、えー、とこの えーラットの項目ですね。srgb と書かれたところの横にあるバーンインザラットっていうところにチェックを入れていただきまして、OK を押してみてください。多分それで色が変わらない状態でレンダリングできるはずです。はい。で、えー、1フレーム 1-100とすれば、1フレーム目から100フレーム目までの、えー、レンダリングを行うことができます。で、完了すると、まあ、こういう形でフリップブックという別ウィンドウが開きまして、えー、こちらで、えー、その FPS 値に近い形で再生しながら確認するということが行えるようになります。えー、ちなみにこちらの場合はその、もうキャッシュを取ってしまっているので、まあ、拡大、縮小したりとかしても、ですねそのまま再生をすることができます。 はいえー、ビューアーキャプチャーという機能もあります。こちらはちょっと特殊な使い方の,あのものなので使わない方はもしかしたら全く使わないかもしれないんですけど一応ちょっと紹介させていただきます。えー、ビューアーキャプチャーという機能は、えー、そのまんまですね、この今のビューアー内の見た目をそのまま、えー、キャプチャーするという機能になります。えー、フリップブックのすぐ右隣にあるこの,あの丸のアイコンですね。えー、こちらで 有効化すするこここととががちらでで開くことができます、まあ、例えばそのロトのハンドル、まあ、マスクを描いたそのマスクのシェイプのハンドルとかをこう表示させた状態で1回レンダリングしてそれを見せたいとかっていうようなことをする場合はこのビューアーキャプチャーを使うことによってえそのハンドル表示させてるハンドルとか、まあ、あのパスとかっていうのを全部表示した状態でキャプチャーする、うん、キャプチャーしレ、えー、と表示する再生することができます。 また、こちらの機能の場合は、カスタマイズライトパスっていうところにチェックを入れると、ライトパスっていうところでパラメータが増えまして、こちらに JPEG ファイル、連番の JPEG ファイルのディレクトリとファイルの名前と付けて保存することで、JPEG ファイル形式であれば連番ファイルで保存することもできます。進捗状況の報告とかに使うことができます。 タイムラインのここのえと拡大縮小とかあの範囲制限とかの設定を紹介させていただきます。すみません、タイムスライダーですね。今、デフォルトではフレームレンジのえ範囲が表示されています。ここのタイムスライダーの上でホイールを回転させると、そこからさらにこう狭まった範囲っていうのを拡大表示することができます。引いても同じように表示することができます。フレームレンジの部分は、 え灰色で,で、フレームレンジより外の部分に関しては黒い色で、えー、タイムスライダー表示されます。で元の,そのフレームレンジをちゃんとそのフィットさせたい場合、元の状態に戻したい場合は、えー、タイムスライダー上右クリックすることで、えー、元の状態に戻すことができます。フレームレンジをフィットさせた状態に戻すことができます。例えばその30フレーム目から50フレーム目の間だけをフィあの最大表示したい。 ここの部分だけ拡大表示して作業したいっていうような場合は、範囲を中ボタンドラッグで選択することで拡大表示することができます。なので30フレーム目あたりから中ボタンを押し込んで、50フレーム目のところまで持っていってドロップすれば、30から50を最大表示して作業することができるようになっております。というところが抜けておりました。申し訳ございません。はい。ということで、以上でビューアーについての説明を終わりたいと思います。 後ほどのところで実際やるんですけれども、レンダーボタンでこう実際にそのレンダリングを始めるんですが、ここでそのユーズプロキシーっていうのをチェック入れると、プロキシーモード有効化した状態でレンダリングができます。デフォルトだとチェック外れてるので、有効化してても、有効化してても元の解像度ではいレンダリングが行えます。ちなみにそのユーズプロキシ y チェック入れる場合は、このプロキシのところに入れないと、プロキシサイズのえ画像を書き出すっていうファイル パスを入れないと、えー、あの実際にレンダリングができない形になっております。